はい、今回は、女流本因坊戦の、最終局を、見ていきたいと思います。はい、大熱戦だったようですね。はい、じゃあそれでは、見ていきたいと思います。はい、藤沢さんの旋盤ですね。この位置からね、このような構えまして、これがね、上野さんのね、手ですね。はい、上野さんぐらいしかね、あまり見たことないんですけどね。これ下がったんですね。下がりも珍しいですね。昭和のね、後にはね、見かけたんですけど、今ではほとんど見かけない手ですけど、ね、思い切って打たれました。賭けも思い切った手ですね。賭けから滑りっていうのもね、ちょっと不思議なね、進行ですけど。まあ、滑ると思えばね、ここで滑ることも可能なんですよね。ただ、今はね、ちょっと変な感じですよね。賭けを打ってから滑るっていうね、独特ですね。まあ、黒も押しで、何かこのように開いておくのもね、ありそうなところですね。押して打たれました。これに対してツケでね。まあ、一応3-3だとこちらから押さえそうなんですよね。例えばですけど、このような進行だったり、まあ、この局面ではね、二段バネも考えられるかなと思います。このような進行を、とりあえず2とね、抑えられる、2の方向に抑えられるので、こちらからちょっと工夫しましたね。こうなると反対の方から押さえた理屈になりますので、白は隅を重視して、押しに対して賭けですね。打ち込んでいって、ここから、白がね、どのようにさばくかね、注目のところですね。付け越しから押さえを決めて、一応この跳ね出しのね、爆弾が残ってますね。とりあえず一旦攻めで、コウにしていきました。黒はどこをね、コウ立てにするかですね。非常に決断のところですね。これ解消するぐらいでしょうね。一応解説の先生はね、白が成功したと思いますという評価ですね。まだこの辺りね、味があるのがね、白は、自慢のところですね。ここからコスミつけて、切りが先手になりますね。ここは全部、捨て石にして、後傾でね、駆けつくことができました。これは結構白もさばいたと言えるんでしょうかね、結構。まあ、でもまだ難しいですかね、合計的には。切りを決めて割り込み。三子が抜けるのは気持ちいいところ。そうですね、黒は三子を取ってね、手を打ったので、その代わり、黒の方がね、こう攻められる格好にもなってきたような感じです。まあ、攻めは諦めてね、ここで、手を打ったわけですね。
まではまだまだ難しいですかね。はい、ツケも思い切った手ですね。はい、ツケも非常手段ですね。はい、これはこちら打った方がね、これ取れますね。はい、はい、これで取りましたと。はい、リズムとしては白の方が、よく見えるんですけど、どうなんでしょうか。実はね、これまだ見てるときはね、僕まだ結果見てないんですよね。はい、はい、淡々と寄せになりまして、はい、あ、まだね終わりになってませんでしたね。はい、これであとはダメ詰めの作業ですね。はい、であとは打つとこがもうないですね。このようになって手入れがもうない、こういうところですからね。はい、ここもこうなって、はい、これで形勢判断、これがなんかこれが死んだことになってますね。じゃあ、うん、そうですね、これは、うん、これ一緒ですから、字としてはこれで形勢判断、73、7目差ですか、黒半ですかね。はい、合ってますよね。はい、7目差なので、おそらく黒の半目勝ちという結果になったと思います。はい、ということでこれで、あ、そうですね、結果出ました、黒の半目勝ちと、はい、いうことで、はい、非常に大熱戦でしたね。はい、今勢いがすごいですね、藤沢さん。はい、これで4冠となったと思います。はい、非常に大熱戦で、いや、どこでね逆転したのか全然分かりませんでしたね。はい、白の方がねリズムよく打ってたように見えたんですが、はい、いつの間にか、抜き去っていました。はい、非常にね、これからもね、この2人の戦いが続く、と思います。はい、じゃあそれではこの辺りで失礼します。はい。